こんにちは、ドラゴンアッシュです。この後1時から JA 全能カウントダウンジャパンに出演いたします。はい、新曲タイニーワールドについてお話しします。はい、私ボッツが初めて買った CD もオンエアいたします。そうなの、はい、ぜひチェックしてください、はい、この後1時からです。さあ、今日のゲストをご紹介しましょう。ゲストはドラゴンアッシュの KJ さんとボッツさんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりだね。久しぶりね。うん、ケンジ&ボッツ in the studio。 お付き合い長いんですよね。長いですね。長い18歳とか17歳とかだったのかな、最初。覚えてんのか。そう、覚えてる覚えてる。デビューして間もないの時で、ケンジがなんかギターを半年前か1年ぐらい前に引き出したっていう話を、なんかデパートのさ、そうそうそう、横浜そごうの、あ、そう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 、あの3階だったのかな、 TVK の売り場の中にあるそう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 、そこでドラゴンアッシュが多分デビューシングルの後だったのかな、ね、でボッツはまだメンバーじゃなくて、まあ、デビューする前とか、そうそうそう、うん、そうなの。だからもうデビュー25周年で、例えばボッツがメンバーになったことも覚えてるし鈴木亜美の話もたくさんいっぱいしたっていうのも覚えてるし、サッカートークもね、いろんな思い出。やっぱね、こういう25周年っていう数字を見たりとかするとやっぱりちょっと振り返るね。まあなんか昔から25年さ、ね、バンドマンだとさ、うん、そのほとんど辞めてったりとかさ、うん、死別したりとか、なんだろう、後から仲間になったりとか、たくさん人いるから、うん、その中でその階段を駆け上がろうとしてる時から知ってる人がさ、まだ業界にいるっていう、やっぱ、うん、グンって急にやっぱノスタルジーよみがえる。そう、俺もそれすごい感じる、うん、あのでビバラレボリューションもね、リリースされたタイミング覚えてんのかね。それすごい感動したのが、アルバムジャケットを、まあ、それ中見たら僕の名前が入ってたんですよ。うん、サンクス、イエー、すごい。今でもたまに見る、さあ、やばい、look look Tina look、奥さんに、そう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 、一緒にイベント作ったり、まあ今日はですね、ドラゴアシの二人をお迎えして、もういろんな話したいと思います。でまず一曲かけましょう。じゃあ曲紹介お願いします。はい、コロナ禍最初に作った曲です。聴いてください。ドラゴンアッシュでニューエラ。ドラゴンアッシュのケンジとボッツと一緒にお届けしてまして、これってどういう曲ですか。2年前かな、だからコロナになって、うん、それこそなんか最初はもっとなんかデリケートなリアクションだったから、音楽バンド業界自体がね、だもうリハ入るのもダメだし、うん、レコーディングするのもダメだし、そのレコーディングだとさ、メンバーだけでどうこうって問題でもないから、スタッフがいたりとか、うん、エンジニアさんがいたりとか、いろんな人が関わるから、まあ、レコーディング集まってのレコーディングなんてもってのほかみたいな空気で、でもちろんライブもダメだからじゃあバンドマン何してりゃいいのみたいな、でもうその時間の浪費も惜しいので、うん、なんかこうこれいつかコロナが明けた時にもっとこう早く明けると思ってたからね、楽観視したから、なんかこうみんなで演奏して楽しめるような新しい幕開けを祝えるような曲を作ろうと思って、で初めてドラゴンでリモートレコ、全部これリモートなんだけど、うん、要はその伝言ゲームみたいに、うん、まあ、まず俺がベーシックなものを、うん、セッションを作って、でそれをドラムのサクに送って、でサクが俺のドラムを自分で叩いて入れ替えて、うん、でファイル1個増えて、今度ベースの剛君に渡して、で剛君が俺のベースを自分のベースに差し替えてみたいな、どん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 こう俺の音を抜いて自分の音を足していく、で最終的に完成するみたいな。結成20年以上も経った段階でこういう曲作りは どうでした。まあまあでも何もね、やんないか、うん、何かやるかの二択だからさ、うんうん、何もやんないとねつまんないから、うん、だからもう究極の選択なんだったら不慣れなことでもやった方がもうこっちも楽しいし、うん、でもそのおかげで
その我らの持ってる機材とか、うん、その方法論とかも刷新できたし、うん、いいとこはある、うんうん、あの New Era Dragon Ash を聞いてもらいました。さあレイちゃん、はい、今日の美味しいプレゼントご紹介しましょう。はい、今日はですね、鳥取らっきょう甘酢漬け、お二人はいただいた、いただきました。はい、さっき小さな小さな待合室にですねそんな小さくないよらっきょう5皿っていうもうこれホラーかよっていういい香りでね、そうですね、部屋がね、そう、楽器にあの楽屋にね、もうらっきょうがいっぱいあったんですよ、はいはい、そして本日のゲストはドラゴンアッシュの KJ さんとボツさんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。メッセージ、メッセージ来てます。はい、届いております。紹介します。神奈川県でお聞きのラジオネームコウジさんからです。 KJ さん、ボツさんがゲストということで楽しみにしていました、うん、私は9年前にゼップ東京で開催されたジョージさん主催のフェスに行きました。そこでドラゴンアッシュのライブを初めて見てめちゃくちゃ感動したのを覚えています。どういうメッセージでしたよ。これね、あの僕主催というかね、あのドラゴンアッシュと一緒に作ったイベントだったよね。 GG だと思う。そうそうそう、ありがとう、と、いろんなところで幕張メッセでね、ライブやったりとかね、うん、いろんなね、バンドも出てたしね。そう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 、なんかね、25周年で胸がキュンとしたけど、なんかこういうメールでキュンとくるね。そう、いやもう数えたらきりないぐらい、そうだね、歴史がある、ね、そう、あるもんね。ライブとかやってたね。やってた、やってた。僕が初めてそういう MTV からそういうミュージックというチャンネルに行った時に、その第1回目の放送ケンジが来てくれたりとかね、そういうちょっと心細い時にね、はい、はい、手を挙げてくれたのをすごい覚えてるんですよ。そういう話もあるよケンジ。むちゃくちゃ次の日確か朝早いのに無理やり俺らに飲まされてマジで死にそうになりながら現場行ってたもんね。Oh man、 そう結構飲みに行ったこと。そうね、いいね、仲がいいですね。もうテキーラね、すごい飲んだ記憶とかありますよ。記憶はあるけどないような感じ。それないって言うんだよ。あの引き続き皆さんからのメッセージお待ちしてます。今日はですね、ドラゴンアッシュのケンジさんとボッツさんと一緒にお届けしてまして、最近どうですか、どういう音楽を聴いてる？どうだろうな、でも結構前から聴いてる曲を聴きながら、なんかこちらもおすすめみたいなのが出てくると聴いてみたりするのが多いかな。いつ、どの時代の音楽、その自分の青春だったり20代に入ってから、まあ、いろんな時代のものあると思うんですけど、どうだろう、でも最近よく聞いてるのはちょっとメタルとかそういうのを聞いてる。うん、ケンジはどう？俺はすごく聞くんで音楽、うん、毎日のようにアップルミュージックで音楽を落としたりとかします、うん、どん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 新しい曲聴きます。あ、新しい曲、はい、で耳って例えばその発想、新しい発想に耳が行くんですか、 それからつあの根本のそのメロディーに行ったりとか、うん、全般聴いてるんですか？俺は結構その自分がなんかこう心が揺さぶられたりとか体が揺さぶられたりするのは割とこうビート感だったりするから、そのジャンルはあんまりこう問題ではなくて、こうディストーションギターが入ってるかどうかとかもそんな問題じゃなくて、要はそのすぐスローテンポだろうとトライバルビートみたいのであろうと、要はその俺がめちゃくちゃビートを感じれれば、リズムを感じれれば、あんまりこうジャンルはどうでもいいのかな。音楽を聴くその愛情っていうのはずっと保つことはできたんですか？うん、聴くのはずっと好きかもしれない、しかもかなり好きかもしれない。そのいわゆるプロのバンドマンっていうか音楽を仕事にしてると、うん、なんとなくその音楽と距離を置く時間とかさ、あのものづくりと距離を置く時間っていうのを必要とする人も結構多いと思うんだけど、俺はもうそういうのないからずっとゼロ距離でいいって感じ。風呂入る時も音楽あの
iPhone で流してるし、えじゃあスタジオの中では自分との音楽と向き合って、うん、でスタジオ外だと他の人の音楽と向き合ってる、そうそう、であのフェスとかだとそれこそ袖でみんなのライブ酒飲みながら見てみたいな、ずっと音楽まみれでいいかな。いや本当レイちゃん詳しいの、僕ね今まで、はい、僕もいろんな音楽を知ってたよ、うん、ケンジは音楽知ってるけどこれは知ってるかなってポロッと出すと、うん、ああうん知ってるとかね、そう知ってる、2枚目のアルバムがいいよねとかそうそう、もっと情報が出てくるっていう、そうなんですよ、そうなんですよ。で今日あの CM を挟んでボッツさんが初めて買った CD、はい、紹介したいと思うんですよ、はい、yes、世代を超えて愛されているあの名曲です。番組ではいつもゲストが初めて買った CD を紹介してます。はい、ボツさんが初めて買った CD は何でしょうか。はい、初めて買った CD はZOOのチューチュートレインです。おー、え何歳でした。多分ね中、俺ねこれ出たばっかりは多分買ってないのかな、なんか CD を聴ける機材を買ってもらったのがちょっと遅くて、でその前は友達にテープでダイビングしてもらって聴いてたりとか、でやっと中1か中2ぐらいの時にケンウッドのアローラですよCD コンポ覚えてるよね、うん、それを買ってもらってでやっと CD が聴けるっていうのでこれを何枚か買ったんですけど、その中の1枚がこれだった。でこの CD をまあじゃあそういうコンポが我が家に来ましたっていうのもあって、うん、OK じゃあ CD を聴こうってなって、でもどうしてこの CD だったんですか。ねやっぱね中2ぐらい中1中2ぐらいでいろいろちょっと憧れもいろいろ増えるじゃないですか世の中に対して、うん、それで地元の友達とかが結構スケボーとかやったり、うん、でヒップホップの CD とかなんか友達が買ったりでそういうのに興味持ち出してじゃあダンスやろうよとか、なんか俺 DJ の機材買ったんだみたいな友達出てきたりとか、それでやっぱこの ZOO のグループの曲もすごいキャッチーだったんですけど、この踊ってらっしゃる方たちの格好がかっこよすぎて、中学生から見る感じですごい大人に見えて、なんかあのちょっとダボっとしたファッションにブーツにインしてるみたいなとか、髪型とかもかっけえなとか、それがすごい覚えてる ZOO の、うん、DJ も、うん、いやまあ当然ボッツは DJ やってるんですけど、 このタイミングここで初めてあ DJ ってかっこいいとか思ったんですか。でこの時はね DJ 知らなかったけど、このちょっと後なんですよね、後にこの DJ の機材でなんかテレビでやってる方とか出たりして、で地元の友達と買おうよみたいな感じになって始めたのがきっかけかな、うん、でファッションがかっこいいと思うと、うん、それがすぐにできるんじゃないですか、うんうん、なんとか自分家にあるものをちょっと、うん、積み合わせて、うん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 、ファッションの影響あった、すぐに。いや家に持ってたのはそんなないですよ。あなかった、うん、ちょっとだからお小遣いもらって買えるようになったものでちょっと見よう見まねで買ってみたり、うんうん、ちょっと高いのは買えないからちょっと安いので代用してみたりだとか、うん、そういうのありましたね。あのその曲かけましょうよ、うん、はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、ZOOでチューチュートレイン。ドラゴン足のボッツさんが初めて買った CD ZOO and Choo Choo Train。 ボッツさんどうですか、改めて聞いて。そうですね、やっぱりなんか音楽は思い出の引き出しって言葉ありますけど、やっぱ当時のこと思い出しますね。どんな思い出が。いやでも部屋でこう歌詞カード見ながらとか、うん、こう歌声あのキー高いんだけど歌ってカラオケで歌ってみようかなとか思ったり、まあ歌えないんだけど、うん、そんなの思い出しますね。All right、あの ZOO and Choo Choo Train、 これボッツさんが初めて買った CD を聞いてもらいました。さあ、あの Dragon Ash デジタルシングル Tiny World リリースしました。どういった楽曲になりました。ね、まあそのドラマの主題歌なんですけど、うん、このドラマサイドから話をいただいて、うん、でこうこうこういうドラマがあるので、うん、それにふさわしい曲を書き上げてくれないかって言っていただいて、うん、まあ、それありきなんですけど、うん、まあ、そのスタジオに来て、その楽曲に対するリクエストとか、うん、そのドラマ作品に対する思い入れとか、なんかその精神論も含め、うん、いっぱいこうわーっと喋ってもらって、その情熱にかきたてられつつ、
自分たちのエッセンスでって感じだね。なんかこうもう CD もさ出さないからさ今あんまり、うんうん、こっちからなんかきっかけがあってこう自分たち発信で曲出すみたいな機会がさよっぽどそういうタイアップとかバンバン乗ってるようなやつらじゃないと多分どん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 出さなくなっちゃってるんだけど、だコロナ禍になって特に思うんだけどすごいこういろんな人が、例えばこのタイニーワールドのそのドラマの話だったりとか、うん、まあ俺だったら他の人に曲を提供するから、うん、コンポーザーとして呼んでもらえたりとかライブなんかのイベントに呼んでもらえたりとか、なんかその自分たちの動きが鈍くなってる時にこうやっていろんな人にこう引っ張ってもらって救い上げてもらってるなっていう感覚がすごい強い、もう特に強いなと思ったし、うん、なんかこういう時のために今その自分の名前とかさ技術とか、うん、本当こういう時に生きてきてるっていうか、うんうん、ありがたいなと思ってる。これって今の年齢になったから分かるようなことなんですかね。例えば20代だったらそれに気づいてたんですかね。なんかその俺たちが20代の時は別にその時がいいって意味じゃないんだけど、うん、もうちょっとこう、うん、音楽聴く人も、うん、その聴かない人も世界自体がもっと寛容だから、うんむちゃくちゃエッジーなことやってても、うん、尖ったことやっててもそれは尖ってるんだとしても尖った人たちを許容するリスナーがいるっていうか、うん、今もうなんかその本当は何やってもいいんだけど許容範囲っていうのはめちゃくちゃ狭くなっちゃってるから、うん、で同じ例えばそのドラムだったりもさ叩いてなかったりしてあのお金がかかるじゃん。やっぱさバンドはそのみんなでやるのがロマンなんだけど、うんそんなことしてたら一時スタジオ撮んなきゃいけないからみんなこうデジタルで打ち込んでドラムとかもやったりしてるけど、そういうのだと方法論があって正解が見出されちゃうから、だいたいみんな同じ音源のドラムで打ち込んでるからみんなドラムな、うん、音同じやみたいな、うん、になっちゃうもするし、だそれが今の時代の主流だったり成功だったりするんだけど、もっとなんかそれぞれ情報があんまりない状態でみんなガラパゴスで YouTube とかもない時代とか作ってるから、うんそうだね、なんかへんてこなやつが多かった気はする、うん、前はね。いい悪いじゃないけど、うん、いやいや、うんうんうん、あの Tiny World、 まず書ける前にこの Tiny World どういう思いを込めてこのタイトルにしたんですか。まあなんか先行きが見えないから、うん、コロナに対してもね、うん、例えばその世界情勢に対してもそうだし、いろいろこう確証が持てなくてゴールも見えないから、うん、なんかいろんなこと手につかなくなるんだけど、まあもちろんだから俺らが曲を書きづらいっていうのもそうだし、なんかそのクリエイターが作品を生みづらいっていうことだったんだけど、なんかそれで今までできてたもの自体ができなくなったりするのはわかるんだけど、今でもできることをもできなくなっちゃうみたいなのはちょっと愚かかなと思ってさ、うん、別にこうコロナ禍だろうが世界がどうだろうが今自分のその隣にいる人を例えばさ、うん、隣にいる人に誠実に向き合ったりとか、うん、自分の手の届く範囲の人を笑わせることはできるじゃん、うん、できるね、うん、世界の何かが変えられなくてもさ、うんうん、だからなんかそのまず大きなこと変えたいと願うんだけど、その前に自分の小さな小さな世界を誠実に、うん、でその隣の人も自分の小さな小さな世界を誠実にっていう、その要はペイングフォワードみたいな感覚でやっていって、ゆくゆくその俺が何かを変えるわけじゃなくて、俺が横の人を変えて、横の人がその誰かを変えて、誰かを変えてって言って、うんうん、楽しくなってくとこからもう一回やり直さなきゃな、コロナ禍はって思ったんですよ。でこれみんなできることなんだよね、うん、そうそうそう、本当すぐ隣にいる人、会社の人、学校の人、味方がいない人とか、うんうんうん、力になろうと思えばなれんのよ、うんうん、やってるかやってないかだよね、うん、本当俺そう思う。やろうよ、あのその曲かけましょうよ。はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、聴いてください。ドラゴン足でタイニーワールド、ドラゴンアッシュ、タイニーワールド、タイニーワールド聞いてもらいました。今日はですね、ケンジとボッツをお迎えしておりまして。で、ドラゴンアッシュといえばライブ。
でフェス、まあ、フェスの大きなステージが似合うバンド、小さいステージも似合う、でもフェスといえばさ、やっぱ大きいんじゃないですか、ね、はい。で直近では6月25日土曜日、26日日曜日、 KTZEP 横浜で行われるハイドライブ2022 Rumble Fish、 その他7月9日土曜日、京都大作戦、8月21日日曜日、長崎のスカイジャンボリーなどへの出演が決まっています。で僕ね、ドラゴンアッシュのライブ何回も何回も見てるんですよ、うん、で慣れてると思うじゃん、はい、でこのでこのエネルギー、この何回見ているかって慣れてると思うけど、毎回見ると初めて見てる感じがするんですよ。本当すごいよ。ダイブしたことあるもんね。そう俺たちが落とされたことあるもん。そうなの。そうね。やりましたね。時間ももうあんまりないんですけど、今年どんな夏にしたいですか。まあ、そう、先日その来てくれたって言ったグリーンルーム、はい、なんかまあ、あの賛否両論あると思うんだけど、はい、確実にこう今までより自由な空気っていうか、はい、まあ、ライブハウスに集まるその音楽大好きバンド大好きな人って、その愛ゆえにさ、うん、ライブハウスやそのバンドマンをプロテクトしようと思って、なかなかこう自分本位でこうなんつうのかな、感情的になんか動けないのよ今。一番自由な音楽のはずなんだけど、すごい不自由でさ、うん、でもなんかグリーンルームって本当にライブハウス愛してますとか音楽大好きっていうよりは、もうちょっとこうカジュアルっていうか、うん、お酒好きです、太陽好きですみたいな感覚の人も多いから、外だしね、うん、で散々我慢しくるった後にあのフェスだったから、うん、キックザカンクルードラゴンワッシュっていう並びで、うん、すっげえ声が出てたんだけど、っていうなんか本来あれが音楽聴く人の衝動だから、うん、俺すごい嬉しくて、うん、でそのなんていうのかな、その熱狂にほたされたっていうか、うん、ちょっとやられちゃって、自分もそっち側でありたいみたいな人としてね、うん、の方に行ったんだけど、もう俺はあれがそのもうちょっとずつもうちょっとずつ成功体験をこう積み重ねれば、うん、もう少し自由な空気になるのかなと思った。まあまあちょっと何とも言えないけど、またもうまた会いましょう。また話しましょうよ。時間が止まらない、ね、そういう時間ね。そうなんですよ。Alright、本日ゲストはドラゴンアッシュのケンジさん、そしてボッツさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ウーアーさんの OK を聞いてもらってますっていうのは、来週皆さんもお別れですね。ウーアーさんがゲストに来てくれます。 Oh my god。 でこの曲、あの今日のゲストのケンジさんが作曲したんですよ。すごい楽しみです。